RNA メチルトランスフェラーゼ3用、結び目形3用結び目フォールドは、タンパク質フォールドの一つで、全体がねじれて3用結び目型を作る構造を、している。多くは緩い結び目で、ポリペプチドさのテールがループを吸う残機通るに過ぎないが、多くの残機がループを通過するきつい結び目のものも、極まれにある。きつい結び目のものは、個細菌の RNA 結合タンパク質。 またサーマスサーモフィルスのメチルトランスフェラーゼや 10RNA 就職タンパク質で見られる。深刻生物では三葉結び目フォールドのタンパク質は見つかっていない。多くの場合この構造は活性部位にあり、酵素の活性にとって重要な働きをしている。この構造が発見されるまではタンパク質フォールドでは結び目のある形は 効率よく作り出せないと信じられていた。インフルエンザ菌のタンパク質のフォールディングの力学的な研究によって、産業結び目フォールドの形成は、プロリンの異性化によって起こることが明らかとなった。結び目構造の童貞のためにコンピュータを用いたアルゴリズムが開発され、タンパク質構造データバンクやタンパク質構造予測を進めた。ザリンバンスキー TI キム・アイ、ピーター・ソン・ケイ、クリステン・ダット・ディ、ダルミ・シー、A ・エエアロ・スミス・ C ・ H、エドワーズ・エ m ム、ジョーチー・ミアック・ A、イ、ディープ・トレホイル・ノット・インプリケーテッド、イン・アルチー・バクテリアル・プロテイン、プロテンズ50・50,177から83、ヌレキ・オー、シローズ、m ・エム、ハシモト・ケイ、イシタニ、テラダ・ T、タマコシ・大島 T ちじまつ M、たきお K、バスレブ DG、しばた T、井上 Y、クラミツ S、横山 S、アンエンザイムウィズ、A ディープトレフォイル、ノットフォーザーアクティブ、サイトアーキテクチュア、アクタクリスタログル D、バイオルクリスタログル58、1129から37、七れレキう、渡辺なべ K、深い S、石 R、エンド Y、堀り H、 横山 s ディープノットストラクチャー・フォー・コンストラクション・オブ・アクティブサイト＆コファクター・バインディングサイト・オブ・トゥルナ・モディフィケーション・エンザイムストラクチャー12。十二五百九十三から六百二。マラム・エールジャクソン・ SE、プロビング・ネイチャーズ・ノッツザ・フォールディング・ナイフ・パス・ウェイ・オブ・エーノテッド。ホモジ・メリック・プロテイン J モル・バイオル。三百五十九千四百二十から三十六。 ありがとうございます。